こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんシーズン2です。今日食べるカレーは神戸ハイカラ食堂の神戸牛カレーです。このカレーは前回シリーズ、最終ランキング第2位ということでとても高く評価させてもらったカレーなんですが、ブランド牛、国産牛のカレーというのは各地域、とても多くて、その中でもこの神戸牛カレーはダントツに美味しかったと覚えています。食べるのが楽しみです。神戸ハイカラ食堂神戸牛カレーです。とてもいい香りが漂ってきます。柔らかそうな牛肉が入っています。いただきます。めちゃくちゃうまいです。今ルーを一口食べたんですけど、野菜、多分これは玉ねぎだと思うんですけど、それと牛肉の甘みが口の中に広がります。辛さはあまり感じないんですけど、とにかくその甘みを含めた旨みを感じています。牛肉がトロトロに煮込まれています。ブランド牛のカレーは前回シリーズたくさん食べたんですけど、旨味があってこれほど柔らかい牛肉っていうのはあまりお目にかかれなかったですね。そういう意味でもやはり美味しいカレーです。何かこうとても丁寧に作られてる、そんな感じがします。ごちそうさまでした。今回のシリーズも、私の独断と偏見でランキングをつけたいと思っています。もう少し食べ進めてからになると思うんですが、はっきり言ってこの神戸牛カレー、上位にランクさせていただくことは確実だと思います。あえて希望を申し上げるなら、少し辛みをアップしたらいいかなとも思いますが、いずれにしても、ブランド牛の名のつくカレーは前回のシリーズでいろいろ食べてきたんですけど、どちらかというとブランド牛のその名前に頼ったところが多くて、肝心のソース、ルーの味わいが今一つのものが多かったんですけど、この神戸ハイカラ食堂神戸牛カレーはそうではなくて、大変美味しいカレーでした。今日はこれで失礼します。さようなら。ゆうゆうクラブ TV チャンネル登録お願いします。